池田美穂は文学座付属演劇研究所出身の日本の女優、タレント、企業家、東京都出身、立教大学、英米文学科卒業、ミス、日本ファイナリスト、世界最大の社会奉仕団体、ライオンズクラブ国際協会に所属し、シャイニーシブの幹事を務めている、東京生まれ東京育ち、3歳の時に母親の影響で子役として、 CM デビュー。立教大学入学式の際、雑誌の編集者にスカウトされ、ビビー、キャンキャン、JJ、レイなどの読者モデルを務める。その後、日本テレビ、恋の空騒ぎレギュラーメンバーとして出演。説教部屋行きは6回。番組出演中に、ミス、日本大会に出場し、ファイナリストに選ばれる。アカシアさんまになぜグランプリを取れなかったんだ と番組中にいじられるその後芸能事務所ビーイングに所属するが新卒でソフトバンク株式会社の本社に入社したため芸能事務所を辞めるソフトバンクではデータ営業本部法人第二営業本部を経て会社を退職フリーアナウンサーの事務所に転職をするラジオパーソナリティ舞台ナレーションと活躍しもっと表現を磨きたいという思いから 文学座附属演劇研究所に入所し、約一年間にわたり演劇の修行をする。そのきっかけとなったのが舞台、恵みへの誓いで共演した原田大二郎の存在である。彼女のオーラと演技力を見た原田大二郎は、お前は女優としての才能があると称賛し、師匠として朗読や演技の指導をする。その後、日本三大劇団である文学座、俳優座、 青年座と合格を果たし、文学座付属演劇研究所に決める。現在はフリーで舞台に出演している。時代劇、滝の白井では、三越劇場にて若葉役を務め上げた。小さい頃から動物が好きで、動物取扱い責任者として、ブリーディングやトリミングの資格を持つ。2013年に、都内で、ペットサロントリプルワンを設立し、 トイプードル専門のブリーダーとしても活躍をしている。2015年には株式会社ポラリスを設立。港区南青山。取締役。女性向けのクラフトビールを手掛けた。その後、ポラリスホールディングズ株式会社に入社。CM に出演中。渋谷区エビスに本社。広報部所属。現在、国内ツアーで活躍し続けている。 SK ホガホストを務める番組 Easy Golf ゴ,ゴルフネットワークの MC も務めている。ゴルフ、演劇鑑賞、プロレス観戦、料理。ありがとうございます。